はい、どうもです。今回は Apex Legends というゲームで遊んでいきたいと思います。3月10日に配信が決定され、ついに、もうエペができるようになったんですけども、結構待ってた人もいるんじゃないでしょうか。スイッチ版の Apex にはね、スイッチ特有のジャイロ機能がついているので、自分も結構、楽しみにして待っていました。これからたくさん遊んでいきたいと思います。それでは行きましょう。いや、とりあえず試し打ちした方がいいよね。ジャイロの設定をね、みんな自分で変えてますか？これ一番重要かもしれない。スイッチって、ジャイロセンサーがあるから、普段の、プレステ版と PC 版とはまた別のね、違った感じする。なんかすごいジャイロが面白くて、自分は結構ジャイロに慣れてる方なんですけど、まぁ、ちょっと酔っちゃう時とかは、どこだっけな？これだ。このスプリント時の視点の揺れっていうのを小にしとくと走った時に酔わないかなと。まあ、ジャイロを使う人はね、こういう設定の方がいいのかなと思います。いや、面白いジャイロ。練習できる。いっぱいこうやって射撃場で練習するのがね、早く上手くなるコツだと思うんですよ。操作慣れるまではね、意外と射撃場ありだと思います。もう全部ジャイロで、ジャイロで合わせてるんだけど、面白い。マジで面白いジャイロ。当たれ！おっしゃいいですね。練習しよう。はい、はい。はい、よろしくお願いします。まずはね、キャラを選ぶところなんですけど、最初におすすめなので結構、ブラッドハウンドだと思うんですよ。この子はね、索敵ができるキャラクターで、後でちょっと射撃場で、まあ、そうだね、レジェンド一人一人の、なんか特徴みたいなのを教えようかなと思います。俺がおすすめするのはこのブラッドハウンドです。はい、よろしくお願いします。最初はね、このなんだっけ、なんて言うんだっけ、シップ。船からね、出ていきます。味方がジャンプマスターだな。味方が飛んでくれるから、これついていきましょう。うわ、なんかすげえ緊張する。すげえ緊張する。なんか、マジで緊張する。行こう。楽しもう。やばい。初陣だよ、俺の。届くかな？届きそうだね。敵いるかな？見てなかったな。しかもね、コントローラーでね、プレイするのはなかなか、慣れてないもので。あ、エヴァ8ある。エヴァ8オート。と、うわ、怖っ。シールド来ないか。シールドが欲しいな。敵いるのこれ。そういう時に、アビリティ。えいないって書いてある。こう自分でね、索敵ができるので。本当に敵が、いそうな足音とか聞こえたらね、こう、アビリティを使うのおすすめし。なんかないかな。シールド欲しいですね。体力とまた別に、シールドっていう、よいしょ。ないな。シールドっていうね、自分のことを守ってくれる。ないな、出ないな、みんなに見せたいな。初めてこのゲーム見た人に見せたいんだけど。どうしよっか。最初どうすればいいんだ、俺。とりあえず今集めてるのはレプリケーターの素材ですね。レプリケーターっていうのは、この、オレンジの、この、箱ここでね、物が作れるんですよ。例えば、シールドのバッテリーですね。これシールドを回復するためのやつなんだけど、今シールドが俺ないから、あ、シールドあるって言われた。優しい、ありがとう。今ちょっと味方に欲しいですって言いました。ピン刺してね、ちゃんと。欲しいですって言いました。行きましょう。取り行きましょう。あれ取れない。あ、荷物がいっぱいだ。これ捨てて。OK! 俺のシールド。あ、2個あるって味方のパスファインダーと一緒に。あれ取ろっか。俺にシールドちょうだい。お願い。シールド、シールド。シールドが欲しいよ。これがあれば、あれ、俺どっちだっけ？こっちか。これがあれば戦える。でもね、シールドにはね、レベルがありまして、白、青、紫、赤の順番で、シールドの強さが変わってきて、今ね、これ見てほしいんだけど、体力のゲージの上にシールドがプラスされました。これがまた体力と同じ。
なんか体力2回言ってるから何言ってるのかみんなわかんないかもしれないけど、後で青にするから、ダメージを与えるとこのシールド進化して青になったりするので、青、紫、赤の順強くなるので任せてください。ダメージを与える。敵はどこだ？敵を探そう。あ、味方一人多く行っちゃったので、俺ちょっとついていきます。多分まだ漁ってるのかな？武器とか欲しいですもんね。よいしょ。なんかないかな。シールドだ。もうシールドはいらないんだ。回復とか一応取っといて、味方にあげようかな。ピン刺しとかね、味方が欲しい時に。使ってくれたり、取ってくれたりします。ジャンプタワー使うっぽい。あ、敵いるじゃん。今見えたよ、俺。敵見えたよ。行くか。多分ここら辺、ここら辺いるよ、多分。こういう時に、使え。あ、ほら、敵を検知したって出た。あ、奥行ったね。あっちの方行ったね。敵がいるってみんな教えてあげよう。あそこいるよ。くそ。ニコイルが下手くそ。弾が当たらない。あ、いる。いるいる。あ、なんかマジで、お前全然当たらない。全然、ほんとに全然当たらない。戦うしかないよ、これ。味方はどこに？後ろにいるか。そんな前、すぎない方がいい。難しいですね、リコイルが。ハンドあるので、自由に。よいしょ、よいしょ。ジャイロ操作でうまいこと。そう、遠くの敵当てんの難しいな。攻めようかな。これちょ、ショットガンで攻めるわ、これ。ショットガンで行ってきます。この中にいるでしょ。いた！お、一人倒した！出れない、出れない、出れない。敵どこ？どこだい？あ、いた。あそこいますね。うい、うい、うい。遠いな、これ。あ、シールド青になったでしょ？あれ？あ、背中抜けてる。ラッキー。倒した、倒した。ノックダウン入れちょっかな。フィニッシャー入れよう。かっこいいっしょ。これやるとね、シールドも回復するの。ダメージ食らってたんだけど。オッケー、倒しました。で、もう一人敵がどっかにいるはず、そこか！オッケー。で、感じさせていただいて。ここいるね、味方と一緒に。ナイス！頑張った。最後の一人を始末した。みんな、お疲れ様。ナイスナイス。ちょっと武器変えて。このね、敵を倒すとね、ボックスが出てくるので、このボックスで武器をチェンジしたり、まあ、回復をね、敵からね、奪ったりできるので、やっぱ敵を倒すのはいいですね。気持ちいい。結構ダメージ与えれたな。あ、なんか銃声聞こえるな。どっか敵いますね、多分。あ、そこ敵いるよ。そこ敵いるから、弾がないんだよな、弾が。倒せたい。倒せたい。あ、ダメージ当たった。この長距離で。ナイス。ナイスじゃない、敵だ。別の敵や。敵と敵が戦っている。そんなとこに俺いていいのかな。味方大丈夫かな。はい、探索して。いますね、まだまだ。これボックス刺されたい、俺。あ、ダメだ、時間ねえ。戦わなきゃ。さあ、どこだ敵は。どこにいるんだ。いそうだよ。あ、待って。待って、びっくりした。やべ。びっくりした。あ、まずい。あっちにも敵がいる。あ、こっちにも敵いる。あ、負けた。やられた。じゃあちょっといろんなキャラクター見ていきましょう。まず最初使えるキャラクターなんですけど、ブラッドハウンド、ジブラルタル、ライフライン、パスファインダー、レイス、そしてバンガロール。はい、この6人のレジェンドたちを使えるんですけども、俺がおすすめなのはさっき言ってたブラッドハウンドですね。このキャラクターの子は、敵が、あれボットなんですけど、敵がもしいると、教えてくれます。敵を2体感知。この前の子と左の子かな。はい。敵の位置を教えてくれるという、いいアビリティを持っています。
はい、キャラクターもそうなんですけど、あと銃かな、銃のおすすめもありまして、武器によって弾薬が違ったりするんですよ。これだったらライトアーモン。ここにある武器は全部ライトアーモン。これ覚えるの大変なんですけど、多分やってたら、だんだん慣れてきてね、覚えられると思います。俺も1月から初めて、このゲーム触ったんですけど、全部、覚えられました。やってたら、覚えられる。結構ハマっちゃってね、長い時間やってたりするんですよ。1日10時間とか、やってる時があって、そう、編集とか、撮影とかしながら、動画作りながら、やったりもあるし、結構ハマってます。で、最初に、おすすめなのがこのボルト。ボルトって武器がおすすめです。うわ、びっくりした、危な、よっしゃー、いけー、ほらー、人いたな、びっくりしたな、今急に出てきたな、マスティフ持っててよかった、あら、あららら、味方解散落ちちゃったの、こんなところで、こんなところで解散落ちて棒立ちじゃないですか、ちょ、これ危ないので家の中にしまっときましょう、ふれよいしょよいしょ、こんな真ん中で危ないよ。道路の真ん中立っちゃいけないんだよ。おい、交通法違反だぞ。おい。で、よいしょ。復活できるかな、やめて、うちの味方を、うちの味方をいじめないで。やばいやばいやばい。やばいやばい。やばい。やばいやばい。二人倒した。オッケー。や、やった。いや、三人やった。三人やった。三人やった。うちの味方いじめちゃダメだってば。あれ？蘇らしてる。待って。蘇らしてるけど。違うんだよ。回線がいないんだよ。あの子もういないんだよ。蘇らしたのはいいけど。どこ打ってくんのだって、これ。ほら、どこ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 、あー、復活したのに、味方復活したのに回線落ちてるから、ほら、帰ってこなくなっちゃった。